上田社長、はい、今回なんですけども、はい、まあ、前回ユニクロ1週間生活でアウトドアブランドを買ったじゃないですか。あ、来ましたの紹介ですね、今回、はい、主にそれですよね。はい、主にそれなんですけど、はい、ユニクロの動画で、まあ、ちょっと足りないなって部分があったんですよ。ほうほうほう。来た時の感想を全く言ってなかったっていう。あ、感想、あとなんか俺が社長にパワハラしてるっていうコメントがあったんですよ要は社長の肌が弱いじゃないですか、はいはい、なのにヒートテックを着させてるっていう。あ、そこはね、でも僕は受け入れてるんですよそれも一回食べてみて、ね、それが毒だろうが何だろうですよ、一回食べてみて、はい、それで自分を確かめる、開拓していくのは当たり前のことですから僕はそれ全然構わないです。僕はむしろあの、ああいう機会はありがたいのと、あと着た感じどうだったか、はい、ざっくり言っていいですか、はい、もうズバリですよ、はい、なんともなかったですこれね、あれ思うんですよ、あのモネやサービスって多分それを着たりそれをサービスを受けてどう感じるかだと思うんですね、うん、でこれがズバリだと思うんですよ。それがもうボロボロの服だろうが、例えばそれがさ、おばあちゃんが作ってくれた服だったとしたらきっとあったかくなるだろうし、うん、それが何も感情がないものをいただいたとしたら何もないと思うんです、うん、綿貫どうだったんだっていうところで、はい、保坂は適当に入れたやつを適当に着たっていうところがまず何でもなかったのと、はい、一つでもあったとしたら着心地っていう部分だとしたら普通ですというところなんですけど、はい、まあその普通ですだったんだよただちょっとそれを着て新しい自分になれたなっていうのが、着心地はまだ別だよ、別だけどいい発見ですね。いい発見はあったっていうだけ、はい、だけっていうかそれ、うん、語弊を生んでね、またもしかしたら保坂君にねいろいろあるかもしれないけど、それは僕としては今言ったのが全てです。パワハラ逆パターンあるんですね逆パターンあるかもしれない。でも面白かったけどね、あ、僕もあの動画見てて面白かった。うん、要は時間でも見ちゃうなっていう。ああ、長いんじゃない、僕途中で見てないっす最初7分です。やっぱミッキーのところがやっぱ良かったらしいんですよ。あ、そう。でも自分でもやってたから中身分かってるじゃない？いや、まあそうですね。中身分かってるけど、まあそうなの、よかったね、うん。なんかこれで楽しんでいただいて、そしてなんか服に興味を持っていただいてね。今日はあいにく雪が降ってるんですよ。そうそう、すごい雪降ってよく来れたなと思ったよ。いや、そういう問題です。うん。まあその時のアウトドアブランドですよ。まあ、要は。何、そういうこと、あの保坂君裏話していい、ここで、はい、視聴者さんのために、はい、これ僕何回も撮ってるんですよ保坂君僕何回も撮ってるんだよね、はい、ここにさ、パタゴニアありますよ、はい、ね、コロンビアもありますよ、はい、ね、モンベルあります、アークテリクスあります、ノースウェイスあります、全部一個ずつ撮ってるんです。撮った上でまた保坂なんかやらしたぞと、はい、え、これ何回撮らすんですかといや雪降ってるんですよ雪降ってる、わかる、うん、アウトドアブランドって雪に強いんじゃないかっていう、うん、まあある意味検証です、この動画。外行くの？行きますよ。ガチンコか。最終的にそうです。あ、本当、そういうことね。だから今日最高だと思うんですよ。まあそもそも山梨って雪降らないんですよ、あんまりね。年に 1,2 回、まあ僕ら平野だからまだね。で見たら、うん、ほぼ大雪なんですよ。おうおう最高だなと思ってもう積もってるよだいぶ。はい、行くの？はい、その前に、まあ、どうするんですか？そうですね、うん、買ったやつの、まあ、いつもの社長の闇アバターっていうか、もう何回言わすんですかこれ。僕3回ぐらい同じこと言ってますけどね、はい、行きましょう、じゃあ行きましょうよ。僕は言われたもの飲み込みますよ、それは毒でも何でも行きますよ。じゃあ、まずあれモンベルですね。モンベルさん、モンベルさん、はい、モンベルさん行きました。こちらですね、モンベルさん。こちらモンベルさんの中でもエントリーモデルというかね、はい、まあ、安価に手に入るモデル、12,870円のこれウィンドウをストッパーする、風をストッパーするやつでね、こちら買わせていただきました。で、どうだったかっていうのを含めてね、ちょっと、お伝えするんですけど、いわゆる低価格帯で買えるアウトドアブランドという位置づけらしいです。うん、どうやら位置づけはそうですけど、うん、スタッフ遠藤がすごくアウトドアとか詳しいんで、毎週ね山に行ってるっていうようなスタッフがいるんですよ。その方から言わせると、僕からじゃないですよ、その方から言わせるとどうやら低価格帯のブランドと。これ知らない人多分高く感じるんですよ。高く感じますね。要はワークマンっていう存在があるんで、これはね、でもどうなんだろうね、アウトドア好きな人はワークマンよりこっちなんじゃないかっていうと、アウトドアブランドに乗っている方やアウトドアブランドでもいけると、アウトドアやってる人でもいけるというブランド、この差は大きいよ。で、これ買ってみて思ったんです、すごくコスパはいいんですよ、ただたぎらないかもしれない。おお、
これなんだおお、分かんないかもしれないね。その部分はもうこれから熱量どんどん上がっていくよ、うん、たぎらないかもしれない、はい、なぜならばだ、僕は出会ってしまったんだ。何ですか？アークテリクスというブランドにですこれ、うん、値段ミスに入ったんですよ。値段これ面白かったっすよね。要は、うん、まだそんな喋ってないですけど、アークテリクス以外は大体値段一緒なんですよ。値段一緒ですね。これだけアークテリクスに入った瞬間、あ、これミスったなと思って値段ミスに入ったら桁が違ってたっていうアウトドアって大体同じだろうと思ってましたよね。でパタゴニアさん行きましたと。でパタゴニアさん、このジャケットが3万9000円なんです、すごい凝ってますよ、凝ってますっていうか縫製箇所が多いってこと、縫製箇所が多いからそれは工賃は高くなるよねだったさ。でも3万9000円だった、面白いなと思った。パタゴニアのこのジャケット、フードがついた、このボアがついたジャケットですよね。ここにポケットがついている、これあったかいよ、あったかいよ、ポケットもフロントだけ4つついてるね。でもそういうことじゃないみたいな、どうやら。え、どういうことと。コロンビアだねえ。コロンビアなんかさ、ちょっと行くよ、これ2万8000円だったの。2万8000円だったんだけど、セールで2万円だった。でバーッて僕見たんだよね。店員さん、これ一番売れてるものなんですかって言ったら、これを紹介されたんだ。そうです、ね、でもこれですかって言ったら、これもですって言われたんだ。でこれもですって、これもです、どれも一番売れてるんだ店員さんうめえなと思ったんですよ。 そうですね、そこで。でもこれが良かったと思った。なぜならばだ、これすっごいあったかそうだよね、はい。まあ、これ一見、まあ、ジャケットだと、2万8000円のジャケット、はい、さらにこれライナーがついてた。え、2枚で1枚の値段、これで2万8000円、どんだけ縫製箇所があると思ってんのと。これペーペーの俺からしても良さそうに見えたんで、お得感がある。お得感ありますよね。これ2枚で1枚ですから。しかもこのライナー自体もポケットがついてるわ、うん、内ポケットはついてるわ、結構縫製箇所あるんですよ。縫製工事やばいですね。やばいです。でこれ2万円でも利益が出るってことでしょ。これ2万円で作れる？いや、日本で。いや、作れない。売り値にもならない売り値にもなるわけないんだ。すごいなと思いました。これどこで作ってんだろう。ベトナムだ。出た世界の工場、ベトナム。ベトナムでいかに単価を下げてるか、この中でも一番コスパがいい。おお、もうこの日じゃない、もうモンベルさんの日じゃない、それよりも安価だと思いました僕は。でね、この思った、面白いね、いろんなとこ行ってさ、この詳しくは別動画で一個作ったのあるじゃない。あ、もともと作ったやつがあるんで、作った、それをまた見てもらおうかね。あ、そうです ね今回はまあちょっとざっくりとね、ざっくり企画だね。これね、思ったのは、アウトドアブランドってもうファッションじゃないってところ。あ、もうファッション化してないってところ。ゴリゴリのアウトドアマンが着るブランドではないものが多く売れてると。でそこで生きる人、もう登山で生きる人とか、うん、そういう人はもうこれの上位互換を着ているから、この一股で売ってるこのクラスっていうのはほとんど、まあ、ファッション、そういう感じがしました。だってパタゴニア3万9000円だよ。これファッション系なアイテムだ、 今となってみれば。昔はね、このデザインって結構そのアウトドアとか使われてたデザインではあるが、今はこのクラスはもうファッションなんです。うん、ね、このペラッとしたクラス、これでも3万9000円なんです。でもびっくりしたんですよね、大阪くん僕らそのお店に行って何を見たんだ、何か信じられないものを見た感じだったんだよね。うん、なんかよく分かんなかったです。分かんなかったね。要は、うん、アークテリクスさんやばいんですよ。そうなんです、アークテリクスさん、そうなんです、ペラペラなんですよ薄い、そしてむちゃくちゃ軽い、はい、一見安く見えてしまう。これだとね、うん、この辺あたりを知ってる人はだって、これ重いもん、重くて二重になってるもんね。要はアウトドアブランドって、うん、体を守るっていうか、うん、命を守るっていうのもあるじゃないですか、山登りなんで、うんうん、これ守れないですよいや、これシェルフって言ってたんですよね、はい、いかにこれを軽くするかっていうのに特化してる。逆だと、重いぞと、はい、重いぞと、はい、でこれは軽いけど安いぞと、はい、いやじゃねえと、軽くて超絶高い6万8000円が出てきたんですよ。と、なんかこれベータジャケットという、本当に奇跡みたいに変えたらしいですね。これユニクロの動画のポイント欄でもありますけど、うん、アークテリクさん売ってるものそんなないんじゃないですかっていう。そうそうそう、たまたまあったんですよ。あったんですよあったんですよ。で僕その時着てたジャケットも実はもう二十数年前に買ったアークテリクスだったんで、こんな偶然あるその当時5万円で買っただよ、 ね、このね、これいつも着るやつ、これいつも行きかけで雨の時着るやつね、これ、はい、ね、これ妻とのエピソードがありますけど、これ初めてのデートで買ったやつですよね、はい、初めてのデートで買った、このビームスで買ったこのアークテリクスのジャケットが5万円で、今となってはこれは10万円とかするんだよね。
それがこのジャケットがさらに薄く軽くなりまして 68,000 びっくりしたんだ。でもこれが売れてると。そうですね。どういうことと思うじゃないですか。分かんないですよね。小坂君なんか本当に分かんないだと思いますよ、うん、なんでだ。軽くて安そう、軽くてね、薄くてで、こっちの方が絶対高そうに見えるの、二重で高そうに見えるの、なんでこっちがってね。要は、まあ、これその闇の動画でも話したんですよ、まあ、今後それ出るかもしれないですけど、うん、縫製がそんな見えないんですよ。そういうことあるよね。アウトドアブランドのダウンとかそういうのって、うんうん、社長が見ても縫製が分かんないんですよ。全くね、ここクラスになると軽くさを重視するから縫うところも少ないし縫製が少ない。だから縫製工賃はかかってないんです。そうですね、ほとんどかかってない。そんなにかからない。そうですね、うん、絶対こっちはかかってる。こっち10倍以上縫うとこあるんだもんでも2万8000円だと、はい、全然縫うとこないのに6万8000円だと。でしかも、まあ、縫製されてる場所もありますよ。見えないんですよ。されてる場所が見えない、はい、テープがやばいんですよ。そう、なんかね、なんかテープがこういうふうに貼ってあるので、そう、こんな感じ。どこが縫えてるかわからない、はい、ね、ここに関してはもう縫製してないですからね。ペロンと剥がれちゃいますからね。僕剥がしちゃったんですよ前自分のやつを、はい、ね、圧着のテープみたいな感じ、うん、なんでもうほとんど縫ってない。じゃあ生地が高いのと。あ、生地が高いんですかということになりますよね。あの服というのは生地か縫製工事、うん、もうこの2つが混じり合ったものは価格だと、はい、あの原価だということ、うん、じゃあ原価いくらということになりますね。この生地が全く値段が分かりません。分かりませんが、これを生地2メーターぐらい使ってこれ作るんですけど、これでさ5万円すると思う？いや僕はしないと思う、一般的に考えて僕でもそう思いますよ。要はだって他のアウトドアブランドの方が生地使ってるように見えちゃうんですよね。確かに使ってるよ、使ってる。この特殊な生地だとは言ってる、特殊な生地だとは言っているが、そんな生地は僕は出会ったことない大量生産作ってこれが何万円っていうのはあんまり出会ったことない。別に天然素材なわけじゃないですもんね、うん、そういうことなんだよね。天然素材が高いっていうのは、まあ、みんな知ってますけど、まあ、その収穫する時期とかそういうのによって値段も上がるからね。不作だった時は高くなるし取り合いになるからね。要は天然素材をアウトドアブランド使うはずもないですよ、そりゃ。まあ今はね、そう、これもさ、これ天然素材風に見えるじゃん、羊の毛だと思うじゃん、はい、これ羊の毛風ね全部ポリエステルだ。面白いね、全部ポリエステルなんだよ。ここにあるのはもう化学繊維じゃなきゃアウトドア守れねえって感じなんですよ。面白いですね。もうここにあるの全部そうだ。これそれでこの値段ですよ、うん、ね、自然を大事にしたいというアルピニストさんもいらっしゃる、いらっしゃるけど、やっぱりこのポリエステルを使ってですね、自然に帰らない素材を使わなきゃいけないというこのジレンマ、ここも面白いところ。すごい熱くなっちゃった。はい、これがすごかった。それと相反するこのガチンコのファッションだと、これはいわゆるそのアウトドアの上位ランクなんだけど、そこが皆さんキュンキュンしちゃうのキュンキュンじゃ、なんでかというと、はい、これをストリートで着るっていうのにめちゃくちゃ気分がいいってことなんですよ。あ、なぜならばだ、簡単に手に入るアウトドアはもう世に溢れたと、はい、だから小坂君よく言ってるノースフェイスがもうどこでも見るよねと。ああ、そうですね、山梨でさえ溢れ返ってる、溢れ返ってる。あの小坂君でさえノースフェイス知ってますと。見たことありますか、ね、サッカーブランドですよねって言ってましたけど、最初これスポーツブランドと思ったんですよノースフェイスは。あ、そう、スポーツブランドですよねって言ってましたよね。そうでも知ってると、はい、スポーツブランドだと思ってたけどもノースフェイスはもう誰でも知ってると、はい、そう知ってるんだったらちょっとそのさ先を行ってるファッションリーダーみたいな人は着なくなっちゃうんだよ。これパタゴニアもそうなの、もうパタゴニアさんと。これね、ご支援受けてもこれはいいと思います。僕はあの正直のことを話します、はい、パタゴニアさんとこれも着なくなっちゃってるんですよ。もう溢れてるよねと。そうですね、誰々と同じの嫌ですと、ね、ファッションリーダーたちはそう思いますからね、はい、先を行ってるファッションリーダーは、うん、さあ何を選ぶのかというところで出てきたのが誰も今手に入らないアークテリクスだ。噂によると、うん、こちらオンライン抽選しかゲットできないそうです。そうなんらしいです。抽選です綿貫たち普通に行って普通に買ってきました。そうです、運が良かったと。でここをちゃんとやってるんですよ、まあ、ちょっとこれ1個見られないんですけど、うん、ちゃんとなってるんですよ。あ、そうそうそう、パタゴニアさんもやってましたけど、お直しをこれ優勝ですけどできるというところ、これ僕たちもやってるんだよね。僕たち5年間無償リペアっていうのやってるんですけど、やっぱりね、お客様の買った後の未来もしっかり考えてる、うん、ね、売りっぱなしじゃないですよと。これね、モテる男の基本でございます。これはもう言いたい最後までやっぱアフターフォロー、アフターケアをしっかりする男性がですね、やっぱりモテるわけですよ、はい、僕はそう思いますよ、はい、モテる人たちはそこをやってると、うん、その上で片やちょっと数が多くなりすぎちゃったパタゴニア、うん、に着てる人が多くなりすぎちゃった、知名度も上がりすぎちゃったパタゴニアに対してもう貴公子みたいな出てきたんですよ。そうです、ね、アクテリクスが、はい、貴公子みたいな立ち位置で数が少ない、そしてすごく今イケイケの
あんまり着ることができない、見ることができない、巷ではあんまりないアークテリクスが出てきた。俺アークテリクスだって言えちゃうやつですね俺アークテリクスですけどっていうことを言えちゃうこれがどのぐらいどやれるかっていうのがやっぱあると思うんですよ。そうですね、ストリートで。だってさ、あの時どこ、あれ渋谷どこ、なん僕分かんないんだ、あそこなんていうと場所なんだ分かんないけど、あそこアークテリクスは原宿ですね。原宿なんですか。あそこで歩いてるアークテリクスの人を見たんですよ。かっこよかったもん。 あんまり手に入らないんだっていうのを知った後、うん、貴重なの着てると思ったらさ、しかも値段がさ7万円とかでしょ。そうですね、着てると思ったら普通じゃないなと思っちゃうわけで、それがみんな欲しいわけだよ多分。あんまりその手に入らないその貴重性がそこがなんか今ファッションの最先のところだと思う。これ何の動画です？まあ、今、うん、ザラッとアートドアブランドのこと分かったと思うんですよ、必要な方も、うん、分かりました、はいで、まあ、こちらですよ、前回買った、はい、まあ、前回というかもう昔に買ったやつですよ。これアウトドアブランドじゃないじゃん。じゃないですけど、うん、まあ、一番視聴者の方気になってるのが、うん、この中で、うん、まあ、どれがコスパいいのかっていうか、まあ、消費者目線ですよ、はい、どれが一番買ったらいいのかっていうのが気になるんですよやっぱ。あ、買ったらいいの、あのコスパですか。そうですね、こちらノースフェイス28,000円、アウトレットショップで、でこれリザード、ヒカルさんのブランドということで、保坂君おすすめということで、はい、45,000円ぐらいだったかな、うん、そのぐらいで、片や、ワークマン3900円、こっちでしょいやこれでしょ、この中合わせてもこれでしょ。にだってそうですよね、ワークマン3900円でそんな 中綿か、これに比べればそれは寒いよ、うん、寒いけどもうこの辺り街中じゃ十分でしょこっちです。そうですね、こっちですよもう、はい、まあ実を言うと、うん、僕はなんかこういうダウン系のは好きなんですよ。あ、ダウン系ね。なぜかというと、うん、あったかさが担保できるから。まあ、あったかいですよ、うん、いやこの6万円のやつがすげえなんか、でもこれあったかさはない、確かに。ちゃんと言うとちょっと詐欺っぽく見えちゃうんですよ。あ、そういう目線で見てるんだね。見ちゃうんですよね、要はだから、うん、薄っぺらすぎちゃうっていう、あの薄っぺらすぎるかもしれない、なんか防具としては弱そうなんですいやいや、あのね、なんか防御力1でこっちのダウン系が防御力、まあ、100だとするんじゃないですか。はい、なのにドラクエでいう防具屋さんで、うん、こっちがなんかちょっとおかしい値段になってる。おかしいですよね、防御力全然ないのに高いっていう、ね、5000ルピーで買わなきゃいけないとかそういうことですよね。そうです。で、僕はこれはもう価格じゃないと思いますもうこの街中で着るんですよ。みんなが欲しいのは1個それだけ、はい、ステータスだ。あ、誰よりも上に立ってるかどうか、誰と比べて上に立ってるかどうか、うん、これ人間の差がだと思うのよ。これ生存本能だから仕方ないと思うんだよ。友達より上に行ってるとか、憧れの人よりちょっと上に行きたいとか、でそこが現れてくるのが心の中の現れがファッションだから。普通の人は防御力上げたいけど、うん、防御力じゃないステータスを上げることです。そういうことです。それも人種がいると、まあ、片やねガチンコでアウトドアやってますっていう人いますよ、いますけど、それはまた別の冒険の話この冒険はですね、もうステータスなんです、このゾーンは。そうですね、僕は思いますよ、このゾーンはもうステータスだと。誰も本気でアウトドアのことを、いや思ってる人は中にいるよ、まあ、中にいるよ、それは別のゾーンで、この辺りはもうステータスだと。だからアウトドアブランドって名乗っていいのかって話ですよね。いやアウトドアブランドだからこそこれ面白いところ、なんかちょっとハイブランド寄りな気もするんですよ。要はハイブランド寄りに、このブランドが面白いのはそのお店行った時思ったじゃないですか、遊び心が本当にないって、うん、もうこればっかかかってたじゃないですか。あ、そうですね、ね、他のお店だったらなんかバッグとか、うん、ちっちゃいコロンとしたバッグとか可愛いなんか小物とかあったりしたんです、あったりしたのかかわらず、こちらはもうこのガチンコの薄いジャケットがかかってたり、はい、薄くて軽いそうですねでこれはどんな機能性があるのかっていうのを店員さんが教えてくれました。店員さんが熱かった、店員さんが熱かったですよね、はい、あの店員さんで、ね、かっこいい店員さんで、なんかもう本当にもう僕はアークテリクスマンですっていうような感じの人でしたよね。はい、そうコサ君なんかもう最初の開始30秒ぐらいで頭が混乱してましたよね。あ、なんか何を言っているのかわからないと言われていることはわかるんですけど、うん、まあ、要は今日やれようとしてることはそれなんですよ、うん、実際それを検証しないとわかんないんですよ。あ、そうそう、なんか機能性っていうのは、そうですよね、機能性がすごくて、ゴアテックスで水をね弾くし、中の通気性も担保しながら外のものはシャットダウンするとか、はい、だからそういうすごい細かなことを教えてくれたんですよね。中綿がポリエステルだとか、うん、もしねこのアークテリックスさんで言うならば、これダウンは使わないと、ダウン使ったら中があと水気が吸っちゃったらもうそれアウトですと、そんなのもうアウトドアの現場じゃ生きられないと、体温が下がっちゃって、だから僕たちは中綿ポリエステルですってもう言ってましたよね、はい、ただ一番いいのはワークマンじゃん、中ポリエステルじゃん今日
今日は、うん、このワークマンとアークテリックスを雪の中で比べたらどうなるのかってことですよ。だからさ、ちょっとちゃう気がするけどね、それ。いや、全く別物だからね、これ。まあ、それで価値が分かるじゃないですか。ちょっと体験はしてみようと思う。僕も提案は飲み込むタイプだから。こんな動画作ってる人は誰もいないですよ。ちょうど雪降ってるもんね、今ね。まあ、こんだけアウトドアのものを揃えてやってる人絶対いないですよ。うん、で、こんなバカな企画やってる人絶対いないですよ。バカなのね。いや、だってやる人いないですよ。やって、普通に、うん、多分疑わないと思うんですよ。そんな店員さんに言われちゃったら。うん、はあ、疑いもしないけど疑ってる人はいるんですよ、ここに。いるな、本当に訳分かってないもんね、はい、高い意味あるっていうところだよね。でもちゃんとこういうふうにちゃんと法制箇所があって縫うとかあったら、なんかそれはそうだぐらいだよねって思ってる、ね、これはそうだよねっていう、これはそうだよねだよね、なんか見て分かるやつなんですよ、うん、見て分かんないやつ、見て分かんない謎のペラペラのなんかドラえもんのポケットからいきなり出てて、うん、何をするかよく分かんないでもそういう方いらっしゃると思う。アークテリックスってなるし、何この普通のカッパね、おさくんカッパって言ってたもんね。そう、カッパありますかじゃないんだよカッパって言わないんだよ。シルフって言ったもんね。僕もジャンバーありますかって言ったらシルフ、はい、カッパって言うと俺ジャンバーって言ってシルフって言ってた店員さんのシルフって言ったもんね、はい、それを、ちょっと検証を、したいと思いますというところ、はい、いろいろ着てちょっとやってみましょう。じゃあ、あ、ありですね、はい、じゃあまずどれいきます。まずじゃあ、まずワークマンじゃないですか。ワークマンからちょっともう雪は今すんごいしんしんと降ってますんでね、やばいっすよ。これでどう耐えられるかというところ行ってみましょう。はい、ワークマンだ。いや、防水使ってるからね、ここも、はい、ちょっとやちょっとじゃそれはもう死にませんよ。まあ、まず、まあ、着てどうなのかも気になりますけどね。適当に買ってきてるからちっちゃいなこれあ、でも大丈夫ですね。じゃこのままちょっと行ってみます。はいはい、行ってみます。で、次にこれでしょ。これちょっと比べてみよう。はい、まあ、ダウン系は絶対無理なんで。ダウン系はね、もう染みるよねあとこれぐらい、これをこれぐらい、これってどうなんですかね。こっち系って水濡れちゃうんですか。いや、濡れちゃうでしょ。でもいいでしょ、もうこのあたりは一回試してみて、まあ、どうかって感じ。はい、行ってみましょう。やっぱレビュー必要っすよね。あ、そうですね。あ、すごい、これちゃんとレビューする感じですね。そうっすね。果たして高いものがどうなのかというと、なんかジャパネット高田のちゃんと雪降ってるバージョンですよいいっすね、はい、やってみましょう。楽しくなってきちゃった、はい、よし、こうなります。あ、そう、そんな感じですよ。こうなりますね。いきますか。あ、みたいな、いいかな。僕だって分かるんですか、これ。分かりますよ、それは全然このぐらいじゃ余裕ですね。あ、そうですか。うん、あ、なんかでも弾いてる感じしますよね、ちょっと。なんか全然なんかワークマンで良さそうだよ。弾くよ、これ結構弾くよいや、そうっすよね。これで中染み込まないんだったら全然あれですもん、ね、防水やもん。完璧っすね。うん、防水やもん。なんかもう普通にもう腕でいけるこれ防水やから。いや、いいっすね、うん、いや、この絵は結構貴重ですよ、うん、本当楽しいのこれ楽しいですよこれ。そろそろモンベル行きます。行きますか。そろそろ行きますか。あ、すごい。あ、全くそんな濡れてる感じがしないっていう。全然弾いちゃってますよ。そうっすね。うん、あ、これ染みるかな、あれ、もうあ、これもうでも染みてくるやつかもしれない。あ、時間経つと、うん、あ、ちょっとは弾くよねって感じ。ちょっと弾くよ、わずかだね。うん、このあたりやっぱ3900円の差が出るのかもしれないですね。いや、これアークテリクスが気になりすぎますよね。気になるね。どんどん期待しちゃうね、これは。そうですね。はい、次、はい、あ、なんかちょっと強くなった感じします、防御力がでもこれ防水性あるジッパーだからね。ジッパーをつけた。しかしこれはどうやらドライテックっていうこの風よけ機能の方が強いらしいというところ。さあ、どうなんだと。ニット帽かぶった方がいいかな、絵的に。大丈夫っすよ、このままで、このままで。
これでいきますと。サムネがもうアンクテリックス着てるとこっすそれもう手にいっちゃってるんですね。もう素手ですよ。愛情で、これ社員さんの車なんでね、はい、この愛情で、愛情で、うん、愛情でやっぱやってあったらいいと思いますそんなことあるんだ。トイレもね、あの手でね掃除するんですよ。ええ、ブラシ使うじゃないですか。愛情ですからそれで全部済ますか、うん、どんな感じですか。まあでも弾くね。ああなんかすごい、なんかちょっと雪が水にならないっていう、うん、弾くね。すごい、これ十分だと思いますよ普通にもう。いやそうですね、12,870円で、はい、はい、すごい。もう腕でよいしょ、皆さんがね無事帰れればと思ってねいや今日やばいっすもんね本当に、うん、これは完璧な音域っすねこれ。そうだね、でもこれ全然余裕だね。これで雪かきしても全然大丈夫な感じですよ、うん、怪我し死ぬねあこれあだだ大丈夫ねそろそろ防具買います手が死ぬね。もうこれ全然、なんかあの雪降ってますけど、はい、僕下にリネのシャツ、はい、あとインナーとこ3枚なんですよ、はい、3枚で全然余裕です。あ寒くもないんですね。うん全然寒くない、もう全然大丈夫。そうだ、俺はもうバカ寒いですけど今これ補佐君着た方がいいんじゃないか。じゃあ俺もちょっと一着着てみよう。ちょっと、うん、ちょっと着た方がいいと思う。良さが分かるんかな。まあでも暖かくて守れるんだったらもうそれは防御力の強さですよねモンベルさんのモンベルの防御力いやこれ案件じゃないですもん案件じゃないのに体張ってますからねこれはでも普通にこのぐらいの雪だったら全然大丈夫、あの使えるね。あそうですね、うん、何着る、何着ようか迷ってた。でも最強なのが多分コロンビアなんですよ。コロンビア最高だろうね。俺らがコロンビアってあったかいこれやばいっすね、最強ですよ。最強だね、これもうやばいっすよ。うわこれやばいっすよ。このぐらいの雪だったら全然大したことない。あコロンビア合ってるじゃん。やばいっすよこれ。いいじゃん、これマジあったかいっすよ。いやーなんだコスパ的に言うならば、あのもしかしたらワークマンかもしれないけども、うん、2万円台のコスパで言うならもう抜群にコロンビアだね。あったかすぎる。あったかすぎるよね。やばいっすよ。もうそれをその価値だよね。もうあったかいの求めたらこうファッションとかじゃないからこれでいいと思う。これ3万9000円だけどさ、多分そっちの方があったかいと思う。こっち2枚、2万1000円、うん。こういう素材って結構染み込みやすい気もしますけどね、うん、あ、それ、それでも染みるかもね。あと社長のそういうのも多分染みるかもしれない。こういう系は多分なんかやっぱ防水スプレーとかそういうことだろうね。あ、なんか言ってましたね。うん、言ってたよね、モンベルさんでも。うん、これあったかいし防水もされてるからまあいいんだろうね、このぐらいだったら。あ、うん、なんか全然減っちゃうだよ、なんか。いや、本当そう。いやこの辺りさ、結構、僕らの会社あるじゃない。あ、ここ一周やるんだよね全部やるんですよ、うん、周囲 500m ぐらいやばいですよ。いや、今日たまたま言ったんですよ、アウトドアブランドで。ねえ、やるやる。これ結構調子いいかも。あ、そうなんですか。うん、調子いいかも。調子いいかも。あったかさと防水性兼ね備えてる。コロンビアすごいのが、だんだん暖かくなってくるんですよ。中のね、ヒートアシスト的なさ、耐熱で暖かくするやつだからね。これやばいっすね。ああ、それがあると思うね。これはやばいっすね。ああ、でそれぞれ良さはあるじゃん。あ、そうですね。良さはあるけど、選ばれるものになるとはまた別な話だよね。うん、そうですね。面白いね。はい。いかにいいものでも選ばれるものにならないと、ステータスは感じないんだよね。選ばれるものになったのは、もしかしたら市場の一握りを掴み取ったのはアークテリクスかもしれない。いや、ワークマンですね。ワークマンか。ワークマンか。万能系を狙ったのは完璧にワークマンですよね。そうだね。ワークマン、やっぱそこは強いよね。あ、俺昨日たまたまワークマン行ったんですよ。やばいやつ出てましたよ。何？白のダウンみたいなやつで、うん、なんか水弾きそうなやつも出てたんですよ、なんか。
4000円くらいで数千だよねやっぱね。後ろになんか毛みたいなのがいっぱいついてるみたいな。あ、毛みたいなファーね、ファーがついてたんだねあれはちょっと面白かった。あ、これまたワークも行くからね。まあそうですね、うん、そろそろ行きます。アクティリクス行こうか。あれですよ本題は、うん、よし。だってあれで行けなかったら無理っすよね。6万円の装備がどうなるか。さあこれです。はい、これやばいっすよ。軽っ、もうすんごい軽い。これ着てないみたい。これを目指してるんだろうね。ああ、で袖がちょっと長いと特徴的だね。そう、長くしないとこうなった時に何こう寸途でになっちゃうからってね。ああそうっす、若干長めになってると。僕もワンちゃんこれ結構すごいですよ。あの雨はじいてるのかな、わかんないです。若干は最初ははじくだろうね。うわ、はい、軽い軽いうわすごい。このゴアテックスね、ベータジャケットですよ。早速使ってみますけど、いやこれの効果が一番気になります。完全防水、ね、完全防水、これはうたつしませんよ。いやこれでもう雨通しちゃったら詐欺ですからね。なるほど、通さないですよほら、いや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 、それとりあえず雪ですよ。雪ですよ、うん、アウトドアは雪ですもんね。よし、わいいね、ここも長くて。おお、でこれでフードかぶったらもう最強っすもんね。あ、なんか全然耐えられちゃう。あ、なんか何バウンドしてますよ帽子で。で近く見ていいですか。うん、帽子でバウンドしてる感じがするんですよね。あ、そうなの。わかるかな、あの弾いてるってこと。完璧な弾き方します。うわーすごい、そういうのすごい。あ、なんか染み込む感じで何も感じないね。今までのナイロンジャケットとちょっと違うね。今までのはさ、ちょっとなんかここにちょっと水が、まあ、こんな感じでついちゃうって感じだったから。全く一回もともってちょっとこういう感じで入るんですよね。ちょっと染み込んじゃう感じ。はみ、そう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 、それあるね。うん、でこれ多分こすっても多分入んない気がするんですよ、うん、社長のやつ。これねもう全くあれ私関係ないですよと、水と油ですよみたいな感じだよねあ、これは似て非なるもんだ。普通ナイロンの生地とは似て非なるもんですよこれは、はい、全く違いますよこれこれはもう王者かもしれないこれ行ってみるよ。でもこれ絶対寒いですよね。いや、そんなことないんだよ。え？いや、思うよね、はい、さっき僕、ボア付きのね、パタゴニアのジャケット着てたけど、これ薄いよ、薄いけど、寒さそんな感じない。うん、いや、嘘だと思うよね。でも一応店員さんは、中にダンプテオが、うん、まあ、会員としてはできますよって言いますけどいいよね、それ一枚でも結構着るんですか。いや、これもしかしたらだよ、はい、リネシャツ着てるじゃん、はい、中空気溜め込むんですよ、これ。あ、リネシャツの二重着なんですよ、これ。はい、僕ら冬でも2年着れるよって言ってるじゃん。うん、そうですね。そこに通じてくるかもしれない、これ。ここがあったかい。はい、あったかい上のここで自分の地熱を外に出さない。溜まりきったら外に出す。いっぱいになったら外に出すってやつだから。リネンとの相性がいいかもしれない。それは逆にいいよね。僕たちと共存できるよね。なんか、雪つかないですよね、社長のやつ。俺のめっちゃつくんですよ。ついで、染み込んでやってるよ、それあんた。そうですね。うん、コロンビアさんはやっぱそこの差か、2万8000との差ってそこかもしれないぞ。うん、ああ染み込む。いやーこれ帽子かぶったとしてもですよ、染みてるね。そんな感じですよね。うん、もうちょっと染みてるね。ちょっとなんか染みてる感じがするんですよね。よく、あーでも弾いてんのかな、もうちょっとで染みそうもうちょっとで染みそうな感じ。そうですね。いやなんかこれ結構たまたま雪やったからですけど、うん、面白い検証結果が出ましたね。面白いね。ちょっとこのままちょっと横の新しい建物ちょっと行きます、はい、こっちって今もうどうなってるんですか。こっちね面白いですよ。あ、なんかもうこれ5センチくらい積もってますね。結構ね、今のうちやっとけば楽だからね。うわこれ帰りやばいでこちらは新施設ですね。はい。お、施設って。こんな感じです。
ここがほらあ木やったんですね。そうそう、板が張ってあって塀ができて、ちゃんと進撃の巨人の壁になりつつあるっていうあとあそこね、はい、あれして、ここがギャラリーにはなってる。今子供のね、あの美術教室のギャラリーですね。はい、ね、ここやって、あとここが今新施設です。すごい新しい施設ですよ。なんかできてますよ。そうスロープ、あ、ここにスロープつけちゃった。うん、あ、それもう伝わってます。あ、まだやめとこう。なんか微妙っすよね、雪降ってさらにちょっとなんか微妙になっちゃうっていう、うん、ここがね、こう裏から入るんですよ。お、表はもうクローズで、だからすごいですね。ここはあのギャラリーにします、また。はい、面白い社長がちょっとずつなんかやってるっていう。こうですね。え、こんな感じです。あ、潰しちゃったんですか。そうなんです。なんかこんな感じなんですよ。よいしょ。このジャケット着てるけど全然話しかけない。こんな感じで針をこう持たせてね。はい。全部取っちゃったんですよ。はい。取ってこれであと壁を塗ったりして、ここをお店にします。あ、店作るんですか。店作るんですよ。何のですか。僕らこれシップっていう店あるじゃないですか。隣にありますね。これのまあちょっとスピンオフ的な。ちょっとこう、発想を変えたね、お店を作ろうかなと思ってます。いや、なんか前だから動画で見た時と全然違う。違いますよね。もう床張ってね、今から。わ、すごいね、床張って面白そうじゃないですか僕リフォーリノベーション大好きなんでしょうね、きっと。もうこれ4件目ですあのシップ建物あったじゃないですか、さっき僕ら撮影してた、はい、そうですね、あそこは2棟建物があって、それを壊したんですよ、壊したんですけど、その前にもうそのリノベーション2つしてて、で宿泊施設作って、うん、カフェとショップを作ってたんですよ。それをコロナが来て一気に壊して、もうお客さんはちょっともう見込めないぞということで壊して、そのコロナの期間中にシップを作ったんですよ。いや、でもこれ今後なんかこれ YouTube 見てる人気になる人多分絶対多いですよ。ここがどうなるかっていうのは、ここね、結構面白くなってくる。この梁とかがここから見たら三角がいいじゃないですか。あ、この上でこれ多分豊作よく分かんないと思うでも僕はもう楽しくてワクワクしちゃってんだけどねいや、そうですね。あ、これはちょっと今後楽しみです、うん、楽しみでしょ。これもしかしたらさ、僕たちこう YouTube で買った服をさ、ここで展示してたよ。あ、なんかコメント欄多いんですよ。企画で買った服どうしてるんですか。まあ答えを言っちゃうと、うん、社長のあの隣の家に保管してあるっていう。そうです。あのギャラリーね。ね、はい、ギャラリーの上の方に普通に家に置いてあるっていうだけ。全置きしてあるんで、今どんどん部屋が埋まってってるから、ね。どうしたの。楽しいよ。これはこの企画ができるから、それによって。最初の方は返品したりメルカリとかで売ったりしたんですよ。うん、間に合わなくなったんですよ。うん今後ね、ちょっと増えてたらどうなるかだよね。いや、本当にそうです。うん、でも今、えらい溜まっていますよ、あそこ。溜まってるね。だなんか。これも倉庫行きなんで。誰も来なかったら。そうだね。これ、だから、やっぱり、どうだろう、こういうところで一つ設けて、まあ、やってもいい。やるのもありだよね。はい。それもいいと思う。うん。まあ、こんなところでやってます。いや、これは、話変わるな。なんか、普通にちょっと、歩こうじゃないか。歩こうじゃないか歩こうじゃないか、うん、あ、でもすごいな、このベータジャケットの効果が、うん、あ、なんかでも かっこいいんじゃない。まあ、なんか冬に着てたらかっこいいけど、ね、これ着て、これやってなんか、俺とかもどんどん染みてきてますけどね、多分。あ、染みてるね。染みてるね。やっぱその差だね。いや、そうっす。いやでもこのアウトドアブランド、やっぱ結構コメントで多かったんですよ。やってほしいっていう人が。うん。だから放送とかはそんなに見えなかったんですけどね。けど、良さは分かったんじゃないかなっていうのはあるんですよね。いやー、分かってくれたかな。なんか実体験で。うん。ほら、もう無敵ですよ。これあればもう、これもないね。なんかそんな感じで、なんかね、高いだけじゃないって感じはちょっとしますね。あ、なんか上で雪固まってますもん。あ、ほら、なんかちょっと弾いて固まってますもん。あ、ほんとだね。ほら、全く染みないね。やっぱガチンコだ、これ。こっち固まらなくても水。これ水だ。ああ、水滴なんだっていうか、固まりますね。ほんとだね。あ、もう小学生がもう下校しちゃってるんだよ。どうします？もう
中でやつも投票して、うん、あのサムネちょっとここにさっきくなっていいか。いや、ここでここの動画痛みいいっすよね。あの、ちょいちょいこっち前の方ヒット打つようにして、あ、ここら辺ですね。オッケー、そうじゃない今のね。うん、オッケー。え、すげえ。うん、一部分撮れてればいいんだよ、動画で。いやー、面白かった。え、なんか無敵ですね。無敵な感じ。すっげえ弾く。いいな。すげえ無敵。やばいっすね。でも無敵じゃないっすよ。はあ、やっぱこれが3枚の違いになったの。そうだね。しかもそんなに、山梨ってそんなに寒くないね。ああ、ね、今思ったけど、はい。耐えられちゃう、この薄さで。やばい。耐えられちゃう。無敵さを感じる。うん、これでちょっと動画をお伝えしましょうか。はい。まあでも、コロンビアは暖かいんですよ。暖かいですね。けど、水は無理ですね。うん、あ、まあ水弾くやつもあるかもしれないですけど、それはちょっとなんか、水を入れちゃった感じですね。でも、ぶっちゃけ一番どれが良かったですか？雪かきっていうならば、これかもしれない、はい、そんなに中まで染みないから。で、これ軽いから、めちゃくちゃ動きやすいんですよ。素早い行動ができるっていう。これは良かったですね。で、総じて僕ね、結構ミニマリストなんですね。いわゆるその、物をあまり持ちたくない人なんですよ。一番好きなんだ、これ。ちっちゃくなるでしょ？そうですね。軽いでしょ？はい。やっぱ僕これ好きです。まあ、これ一枚あれば、なんか、どうにかなりそうですね。なりそう。まあ僕ら平野に住んでますよ。山の中に住んでるわけではない。しかも山の中に行くわけではない。これでいいんじゃないですか。いや、そうですね。うん。この中だったらだよ、はい。でも普通だったらなかなか買えないと思う。いや、買えない。僕も買ってない。小坂にあそこに行ってくださいって言って行かせられなかったら僕買ってないよ。そうですね。ね、買ってないし、これでも一番安い方だったんだよね。いや、そうですよ。これのランクあったんですけど。あったんだよね。最初に見たやつ10万円ですよ。いや、これもう本当にびっくりしたからね。いや、これマジかと。絶対 YouTube で回収できないなと思った。これでさえ回収できないのかかわらず、なんで何倍も回収できないのって買うんだよ。そういったら、この動画のかかってるお金、えぐいですよ。えぐいよね。まあ、これ3900円。これはもうね、お小遣いとして考えて、ね。もうこれ安く見えちゃうもんね。はい。で、このモンベル。モンベルはフリースと合わせて3万円ぐらいだよね。うん、3万いかなかったんだ。あれが1万1000円、フリースが。あー。で、これが1万2000円だから。一番コスパいいなと思った。アウトドアショップの中でね。で、やっぱ店員さんも、なんか結構そのガチンコというか、うん、知ってるおじさん、おばさんたちがやってたから、安心感がすごくある。で、安心感、これなんだろう、語弊あるかもしれない。安心感というか、あんまり感じなかったのはコロンビアさん。これですね。これですね。なぜかというと、多分ファッションの感じで多分店員さんも捉えてるんだと思う。なんか僕みたいなペイペイは、うん、逆にこっちの方が親近感湧くんですよ。湧くよね。それは働いてる人を見た時ってことですよ。はい。店員さん。店員さんが若くて、大学生みたいな感じの方だったんですよね。なんか逆に僕の場合ガチガチで来られると困るんですよ。そうだよね。うん、僕は、ね、一番人気のやつどうですかって、これですね。これどうですか、これも人気ですって。これどうですか、これも人気ですって言うんだもんね。まあ、そんな感じですよね。なんかちょっと緩い感じの、緩い感じの店員さんだったんで、はい、ちょっとそのガチンコの人は行かないかもしれない、うん。アウトドアガチンコの人は行かないと思う。ただ、アウトドアガチンコの方、まあ、パタゴニアさんなんかはもう長いキットメーカーですから、ずっといるからね、この業界に。で、環境保護をどう考えていくかっていうのを、まあ、よく考えてると。はい、考えてるけどなかなか進まないっていうのを感じてる。人類の成長はね、動き出しちゃったんだ。ポリエステルを使わないとは言えないんですよ。全部ポリエステルだから。それとの戦いをしてる。そうですね。うん、消費はさ、ずっと続くでしょ。はい。消費しないと企業は成長していかないから、ポリエステルを消費して、うん、自然に負荷をかけながらも企業としてどうあるべきかっていうのを考えてる。そのところをすごく感じました。で、ファッションの方に行ってね、大体ファッション枠だよこれは。いや、もうそうです、うん、これはもうアークテリクスさん絶対作らない、こういうのね、はい、あれは感じだね。アークテリクスさん その店員さんとお話してたらさ、言ってたよね、はい、ファッションのものはもう作りませんと、うん、僕たちはもうガチンコですと熱い言葉いただいた、まあ、ですけどなんかちょっとかっこいいっていうね。かっこいいよね。最後に残ったのはこれだ。はい、僕も多分好きなんだろうね、うん、高いよ高いけど、初めて
買った、ね、妻とのデートですよ。あ、それちょっと聞きたいです。はい、それちょっと聞きたいですね。ちょっとあ、じゃあそのジャケット持ってきます。はい、あ、いいですか。ちょっと、いいですか。これ覚えてます。覚えてます、覚えてますよ。デートの時に買った初デートの時にですね、ビームスで買ったんですけど、ね、5万円で、うん、今見たらこれがアークテリクスでしたね。そうですね、長持ちしてますよね。もうこれ壊れてるんですよ結構。僕ら職人じゃないですか、縫って直してきたんですよ中落ちてる、うん、中もうこれ切れてる、これペロンっても剥がれちゃって。本当だ。で今剥がれたら分かったんですよ、あれこれ縫製してねえんだと。あ、熱圧着、なるほどね。熱圧着だったんだ、熱で圧着してたんだ。圧着で、それを縫製で縫ってくっつけてポケットを維持させて、ここも全部取れちゃったんですよね。あ、そうなんですね。そう、これ縫ってるんですよ、ミシンで。いや、5年以上前だと思いますよ。だって結婚して10年以上してるから、もう15年ぐらい前の。いや、すみません、20年です。20年。はい、もうデート忘れそうです。デート、あの初デートの時期忘れちゃって、俺の方覚えてどういうことで、どっちでもいいんじゃない。カレー食べ行きましたよね。カレーのために行った、行った行った行った。そうなんですよ、行った。ロックってカレー屋さんにね、2人行ったんです、うん、僕ちょっとアルコール飲んじゃってね。よく覚えてるね。飲んで飲んで飲んで、全く覚えてないこれ買ったんですよ、なんか似合うねなんて言われてさ、え、そうなんつってさ、うん、じゃあ買うなんつってさで、今回その新しい方のアークテリクスですよ。あ、ちょっと今回ね、これはだから親近感があるんです、うん、ね、アークテリクスってここにしか書いてないよ、しかも薄いの。いや、わかんない、わかんない。背中のここだからこうなってるでしょ、全くこれがアークテリクスかどうか分かってない。なんか昔はなんかそういうのがなかったんですかね。控えめなんですよ、これが素晴らしい。控えめがいいじゃない。今はな、結構分かりやすいイメージも。分かりやすい。だから今ね、ちょっと目立つと惰性的なものがあるんですよ。ダサい、ダサい的なあ、少し僕たち年齢いくとさ、もう隠れてくれた方がいいの。控えめじゃんこれも、わりかし。もうそれコロンビア白地に黒とかね、でパタゴニアさんもすぐ分かっちゃうんだよ。それをちょっと抑えたいっていうのが僕たちの年齢なわけ。これもしかしたらメーカーさん、僕もメーカーですけど、ブランドオーナーですけど、ちょっとそこも考慮しようかなっていうところが来てます、ね、ちょっと抑えたい、うん、でも言われましたよ、ガス屋に山本さんっていう人がいるんですけどね、ガスの交換をしに来てくれる人がですね、ここってもっとワフって書いたらいいじゃないですかってあ、そう言ってたんですよ。そうですか、はい、山本さんそうじゃないよって話で、ここワフって書いたら嫌な人がいるんだって隠したい人いるんだって。隠したいっていうのは、それアピールしたくないって人、うん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 、ね、控えめな、控えめに、ね、今流行ってるでしょ、控えめの結婚式とか控えめの出会いみたいな、ね、控えめの出会い何それ、ね、あるでしょ。そこをやっぱブランドとしては、僕としてはね、やっていきたいなってところ。だからそれとちょっと合致してるわけ。黒地に白でバコーンで白でね、バフーなんて言っちゃったらさ、それはちょっとっていう人はいる、いるし、僕がそう、何もないじゃないですかね。何もないんですよ、これ、ね、これも、ね、うん、そこの部分、ここちょっと通じるなと。最近ちょっと主張してきたね。まあなんかブランドがちょっと良くなってきたというか、上がってきたんじゃないですか、うん、価値が。ちょっとどやりたいという人たちがいるから、このぐらい、このぐらいがちょうどいいかもしれない。俺アークテリクスってこと。俺アークテリクスいいね、そういうことだよだんだん分かってきたね。ブランドが分かんなかった、そしてなんで価値があるか分かんなかったっていうところで、最終的に保坂君は自分の口から言ったじゃん、俺アークテリクスでもこれさっきそうだったんですよ、雪めっちゃ弾くんですよ、やっぱ、うん、あ、そうでしょう。これゴアテックスですよね。雪固まるんですよ、この上で。雪同士が普通こうやって傷くになってするでしょ、うんうん、コロンビアのこのジャケットだと中があったかいから、ここに乗っかると、あの水滴になっちゃうんですよ、うん、でもこれ水滴にならず、雪同士が決着して、へえ、でっかい雪になるっていう、落ちてくっていう落ちてくって。じゃあこれで内側の体温は逃がしてないってことでしょ。これ逃がしてないです。あの、もうリネンがちゃんと吸収してます。そういうことだ、ね、リネンがちゃんと中の熱を、繊維が空洞だからね、うん、あれで暖かくして、うんうんうん、でさらには暖かくがもう限界まで来たら出してくれると。僕はこの2つはね、相性がいいんじゃないかと思って。いや、いいと思います。ねえ、うん、リネンとやっぱこういうジャケットってすごく相性がいい。うわ、なんかセールスみたいになっちゃっただから暑すぎてもダメですよ。もしリネンユーザーさん少ないよ、本当全国に少ないけど、リネンを好き好きっていうユーザーさんはちょっと薄手のナイロンでいいんじゃないかって。うん、おすすめはアークテリクスだすごい言ってる俺回し物じゃないからね、はい、回し物じゃない、回し物じゃないけど、熱量を感じちゃったのアークテリクスの店員に。店員さんに、
店員さんもうかっこいい店員さんがいたんですよ。あ、そう、ここがなくてね、これすぐ分かっちゃう。見てくれたらいいですけどね。見てくれて、ここがなくて、あの人の熱量を僕は感じ全面で受けたから、僕の手で全部受け止めるんだよね、あの幕下とかそういう自分より格下のやつは全部受けた上で返していくんだよ、うん、あ、その方が横綱だ、横綱だと思う。あ、そう、うん、全て受け入れてくれて返してくれた、返してくれた、素晴らしい。100点満点、100点満点の店員さんでしたね。最後お名刺までこうやっていただいて、もう接客 100% でした。あ、なんか名刺くるとこのアパレルの店員さんすげえなんか印象いいみたいな、うん、今のとこ、うん、そこでこれで言っちゃうなよ、だって俺それやろうと思ってたんだからさ。みんなもやっちゃうじゃないのこれ。いや、なんかかっこよく見えたんですよね。ちゃんといい接客されたらさ、やっぱり気持ちいいもんね、うん、それ僕たち目指してるよね、うん、お客様望んでるものは何なんだと、それに対して提案をしてあげて、お互いいい関係で、自分だけ喋っててもダメなんだよ、わ、うん、かるね、うん、でブランドの一番あったかい部分、心のあったかい部分をちゃんと伝えられるかどうか、これ大事だと思いました。アクテミクスかっこいい、すごくかっこいい。 ありがとうございます。なんかとてもね、ちょっと待って、これアクテミクスの番組じゃないの、他のさ、他のやつがあるから、うん、それ言っちゃうと他の人がなんか小ませいのになっちゃうのかな。やめてくれる。あ、そう、うん、それ僕が一番やってる。今私が見てるからだけど、そうですね、まあ、でも疑問は解けましたね、こんだけ薄いのに大丈夫なんだっていう。大丈夫、全然大丈夫でした。山梨の冬ぐらいじゃ全然大丈夫、これ平野部ですから、ここは、うんうん、あ、奥さんのですね、両親は山間部にいるんですよ。だこれ気温が全然違うんですけど、うん、そのお父さんにも紹介したい。そうですね、うん、お父さん渋谷に連れてってですね、渋谷に連れてってくれる。こんなんなっちゃう、どこだこれは。お父さんこっちだよ。それでこれがいいよっつって見てるだけで10万なんつって、陽介君どこに連れていくんだ。ここは何なんだ。10万円のジャケットを買わされようとしてるわ。やめてうちのお父さんも。っていうことになるとは思いますが、まあ、そんなこんなでね、アウトドアブランドのナイロンジャケット、シェルフと言いましたけど、それがですね、本当に正規の値段なのかと、ぼったくってんじゃないのかという疑問にですね、これはそういうものですということでお伝えさせていただきました。すいません、みんなのためになるは分かりませんがね、僕たちはすごく楽しかったです。でもこれ見た人アクティックスしか買わなそうな気がするんですよね今。それよくない。あ、他もやったんだ。パタゴニアもやりました、うん、コロンブスもやりました。コロンビアですね。コロンビアね。コロンビアですね。でコスパがむちゃくちゃいいなと思ったのは、あのアウトドアブランドの中だったら、あ、モンベルさん、モンベルさん、モンベルさんで全然ありでした。全然 OK、うん、はい、OK なんだけど、ステータスが欲しいあなた、ワンランク上のあなたはこれを目指したいと思います、うん、そして遊び心も欲しいという方はパタゴニアさんをお勧めします。僕がお勧めしてるだけであって、それ信じないでください。で本当にあったかさ重視だったらもう最高ですよこれ。そう、コロンビアね、コロンビアは、コロンビアコスパがむちゃくちゃいいんです。2枚で1枚の価格ですからね。やっぱね、コロンビアさんって若い方がすごく好みますよね。一番いいと思いましたもん。そうだね、ゴザ君ずっとこれ着てるもんね。これ一番いいと思いました、うんうんうん、やっぱ値段もいい、値段もさ、そんなにすごく高くない、うん、もうこれモンスター級になっちゃってるじゃん、うんうんうん、だから穂坂くんぐらいの年齢だとここまでこうガチンコじゃなくていいんですよね、うん、ガチンコっていうかもう良さが分かんないですから、うん、そうだよね、良さが分かんないと思う。良さっていいものを着て、いっぱい着て、うん、いい悪いが判断できますから。まだまだだってお洋服そんなに着てないでしょ、赤ちゃんレベルでしょ。そうですよ、そうですよ。要はだって2年だってまだ良さを知りませんから、ね、そうでしょ、分かんないよね、はい、洋服の基礎の木を今勉強してますから勉強してます。入門者ユニクロなんで、入門ユニクロ、もう最後もユニクロっていうような、もうこのまま終わるんだろうなだったんですよ、うん、ファッションの勉強はもう終わりというところだったのが、あれ、どうやらこの社長の言ってることの世界があるらしいぞと、あ、うん、いうとこ気づいたんだよね。で、おいおい、ちょっとアークテイクスさん、この値段でこの薄さはありえないでしょって言ってるんだよね。そうです。それに対しての綿貫のアンサーとしては、これはステータスも入ってる、今だったらストリートだったら、でガチンコだと、両方の人たちを取ってるよっていうところ、うん、そうですね、ここにあるっていうのが分かりましたというところでございます。この洋服から見える中身、どんなことがあるのかっていうのは社会の風潮にもよると思います。ステータスだの、アウトドアガチ勢とストリートの戦いとかですね、そういうこともあると思います。でもね、そこから見えるのは何が欲しいんだと、本質の部分が少しここから勉強しました。皆さんの参考になればですね、幸いでございます、はい、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。